ゆりです。路上に出ているマーケットへ来ました。活気のあるシャウケイワンのマーケットです。こんな風に店舗型のお店もあれば、路上に出ているお店たちもあります。香港ではスーパーなどでパッキングされた食材を買うほかに、このような路上のウェットマーケットで量り売りで食材を買うこともできます。地域のマーケット外資ではお魚やお肉が多いのに対し、こういった路上のお店では果物やお野菜、あとは大豆系のもの、あと乾物などを扱っているところが多いです。ここのお店は今日はお休みのようです。54番賃貸チンおばちゃんのお店です。なので隣のお店から少し進出している様子がありました。このマーケット通りは香港に来てすぐの頃に何回か足を運んだことがあったのですが、あまりに売る人たちの勢いがよくってエネルギーを吸い取られてしまうので、あまり買い物を楽しむことが当時はできませんでした。今でしたら自分のペースで欲しいものをしっかりと探し出すことができるようになった気がします。珍しいですね。香港の田舎風お餅系のお菓子が売られていました。リンゴ、バナナ、レモンあたりは通年お店に出ていますが、最近ドラゴンフルーツが戻ってき始めました。あと日本のブドウ、韓国のブドウ、それと梨、あとは台湾の果物が結構入ってきています。マーケットの後ろ側にはお肉屋さんだったりお魚屋さんだったり、結構こう鮮度が大事になってくるお店が控えていたりします。なので通りは二重構造になっているような感じで、なかなか面白いです。中央手前の赤いのが蓮舞、その奥にあるのが釈迦塔です。中国が台湾からの輸入を禁止した果物です。買ってみようかな悩んでいます。それでは八位銀ゆりでした。